1、はじめに、1記事の目的。本記事の主な目的は、三菱重工の株価指標を、詳細に分析し、投資家の皆様に有益な情報を提供することです。そのために、同業他社である、川崎重工との比較を通じて、三菱重工の成長性を多角的に考察し、投資判断の一助となることを目指します。この目的を達成するため、財務指標に基づく、綿密な評価を行います。ここでは、TBR などの割安性指標、ROE などの効率性指標、自己資本比率や固定長期適合率などの安定性指標を用いて、両者の投資価値を多面的に検討します。これにより、財務面からの総合的な評価が可能となります。また、キャッシュ生成能力の分析も重要な要素として取り上げます。そのため、営業キャッシュフローやフリーキャッシュフローなどの指標を精査し、両者の持続可能な成長力を評価します。こうすることで、短期的な業績だけでなく、中長期的な企業価値の創出能力も判断材料として提供します。最後に、これらの分析結果を踏まえ、異なる投資スタイルや投資家のリスク許容度に応じた具体的な投資戦略を提案します。つまり、長期保有を志向する投資家から短期的な取引を行う投資家まで、幅広い投資家層のニーズに対応した資産を提供することを目指します。このように本記事を通じて、読者の皆様は三菱重工の投資価値を総合的に理解し、自身の投資方針に沿った判断を行うための深い洞察を得ることができるでしょう。そして、重工業界の変革期における両者の位置づけと今後の展望を明らかにすることで、より適切な投資決定をサポートします。複雑な要因が絡み合う現代の投資環境において、本記事が皆様の羅針盤となることを願っています。 2. 三菱重工、川崎重工の事業概要。三菱重工と川崎重工は、日本を代表する総合重工業メーカーとして幅広い事業領域で高度な技術力を発揮しています。両社は防衛産業や輸送機器分野で重要な役割を果たしています。しかしながら、それぞれ独自の強みを持ち、異なる市場戦略を展開しています。まず、三菱重工は陸、海、空から宇宙にまで及ぶ幅広い分野で事業を展開する世界的な総合機器メーカーです。同社の事業領域は、エネルギー、航空宇宙、船舶海洋、交通システム、環境装置、産業機械、防衛など多岐にわたります。特筆すべきは、防衛省への納入実績で国内第1位を誇り、日本の防衛産業で中心的な役割を果たしていることです。さらに、ターボチャージャーやフォークリフトなどの産業機器分野でも世界的な競争力を有しています。一方、川崎重工も重工業大手として知られ、船舶、航空機、鉄道車両、二輪車などの輸送機器およびその他の機械装置を製造しています。同社の事業部門は、汎用機主に二輪車、航空宇宙、車両製造、プラント環境鉄鋼、ガスタービン機械、造船など広範囲に及びます。特に、旅客機の分担製造や鉄道車両、大型二輪車の分野で強みを持ち、これらの製品は国内外で高い評価を得ています。また、自衛隊の潜水艦や航空機の製造も担っており、防衛産業でも重要な役割を果たしています。両社の共通点としては、幅広い事業領域、防衛産業への関与、高度な技術力、そしてグローバル市場での競争力が挙げられます。しかしながら、主力製品や重点分野には違いが見られます。例えば、三菱重工はターボチャージャーやフォークリフト、エネルギー環境装置分野で強みを持つ一方で、川崎重工は二輪車や鉄道車両、旅客機の分担製造に特徴があります。加えて、防衛分野での位置づけも異なり、三菱重工が総合的な優位性を持つのに対し、川崎重工は特定分野で強みを発揮しています。このように、三菱重工と川崎重工は、共に日本の重工業界を牽引する企業でありながら、それぞれ独自の強みと戦略を持って事業を展開しています。両社の多様な事業展開と技術力は、日本の産業競争力を支える重要な要素となっています。そのため、今後も技術革新や社会インフラの発展に大きく貢献していくことが期待されます。同時に、両社の異なる強みと戦略は、日本の重工業界全体の多様性と柔軟性を高め、国際競争力の維持向上に寄与していると言えるでしょう。三最近の三菱重工の業績、2024年度第一四半期。三菱重工の2024年度第一四半期決算は、全セグメントで増収を達成し、さらに事業利益も大幅に増加しました。具体的には、受注高、売上収益、事業利益、当期利益のすべてにおいて、前年同期を上回る結果となり、特に GTCC、ガスタービン複合発電事業の好調さが際立ちました。具体的な数字を見ていくと、受注高は1兆8475億円で、前年同期比2406億円の増加となりました。この増加はエナジー、プラントインフラ、物流冷熱ドライブシステムの3セグメントが牽引し、とりわけ GTCC 事業が大きく伸長しました。次に、売上高は1兆1115億円で、前年同期比1275億円の増加となりました。すべてのセグメントで増収を達成し、
特に GTCC 航空エンジン防衛宇宙事業が大きく貢献しました。さらに事業利益は835億円で前年同期比315億円成長率にして 61% の大幅増となりました。この増益は主にエナジープラントインフラ航空防衛宇宙の3セグメントによるもので、売上増加に加え工事採算の改善や為替の影響が寄与しました。そして当期利益は622億円で前年同期比90億円 17% の増加となりました。これは主に事業利益の増加によるものです。セグメント別に見ると、まずエナジー部門では GTCC が米州を中心に受注を大幅に増やし、売上利益ともに好調でした。また航空エンジン事業もスペアパーツや MRO 整備修理オーバーホールで増収増益となりました。一方プラントインフラ部門では製鉄機械が受注減少にもかかわらず増収増益を達成し、加えて環境設備の受注も増加しました。しかしながら物流連熱ドライブシステム部門は円安の影響で各事業で増収となったものの、販売台数の減少などにより減益となりました。最後に航空防衛宇宙部門では、防衛宇宙事業が順調な工事の進捗と採算改善により増収増益となり、同様に民間機事業もティア1事業において採算改善と円安の影響で増収増益となりました。ティア1とは航空機製造業界において機体メーカーに直接部品を供給する一時下請け企業のことを指します。三菱重工は主要な航空機メーカーに対して重要な構造部品を直接供給するティア1サプライヤーとしての地位を確立しています。また三菱重工は5月8日に2024年度通期の業績見通しを発表しています。具体的には売上収益は前年度比 5.2% 増の4兆9000億円、事業利益は 23.9% 増の3500億円を見込んでいます。さらに1株当たり配当金は前年度の20円から22円に増配する予定です。この業績は三菱重工の事業構造改革と成長戦略が着実に成果を上げていることを示唆しており、今後のさらなる成長が期待されます。ただしフリーキャッシュフローが前年度の2001億円の黒字から1000億円の赤字に転じる見通しであることには注意が必要です。これは今後の成長に向けた積極的な投資の表れとも解釈できますが、一方で財務面での慎重な管理が求められるでしょう。4株価チャートの解説。三菱重工の2年間の週足チャートを分析すると全体的に上昇トレンドにあることが明らかです。特に2023年後半から2024年前半にかけて大きく上昇しており、株価の力強さが際立っています。しかしながら直近では調整局面に入っており、8月20日時点で株価は5013円となっています。まず長期的なトレンドを見ると、2022年10月頃の2163円を底として、その後緩やかな上昇を続けていました。そして2023年9月には4228円まで上昇し、一時的な調整を経た後、2023年12月から2024年7月にかけて急激な上昇を見せました。この急上昇期間中、2024年7月15日には6719円の高値をつけており、結果として約2年間で株価が3倍以上に上昇したことになります。この驚異的な上昇の背景には、業績の改善や成長戦略の進展、さらには市場全体の好調さなどが複合的に影響していると考えられます。次にチャート上の移動平均線を見てみましょう。25週移動平均線紫色と75週移動平均線赤色が明確な上昇トレンドを示しています。とりわけ25週移動平均線の傾きが急になっていることから、中期的な上昇トレンドが強いことがわかります。さらに出来高を分析すると、2024年4月頃から増加傾向にあることが見て取れます。特に株価が大きく上昇した時期に出来高が増えています。このことは市場参加者の関心が高まり、買い意欲が強かったことを裏付けています。しかしながら2024年7月中旬以降、株価は調整局面に入っています。8月20日時点の5013円は直近高値からおよそ 25% 下落した水準となっています。この調整は急激な上昇後の利益確定売りや一部の投資家の慎重姿勢を反映していると考えられます。総じて三菱重工の株価は過去2年間で大きく上昇し、特に2023年末から2024年前半にかけて急激な上昇を見せました。ただし直近では調整局面に入っており、今後の動向を注視する必要があります。この調整が一時的なものか、それとも大きなトレンド転換の始まりなのかを見極めることが投資判断において重要になるでしょう。また5000円前後の水準が今後の重要なサポートラインとなる可能性があるため、この水準を維持できるかどうかも注目点となります。2、割安性。三菱重工と川崎重工の割安性を分析した結果、三菱重工は平凡、川崎重工は優秀と評価しました。この評価は現在の予想 PR と PBR の水準を過去1年間および3年間の平均値、最大値、最小値と比較した結果に基づいています。まず
川崎重工の現在の予想 PR10.8 倍は過去1年平均 32.8 倍や3年平均 21.6 倍を大きく下回っており、相対的に割安な状態にあります。一方で三菱重工の現在の予想 PR27.3 倍は過去の平均値を上回っており、やや割高な印象です。さらに TBR についても同様の傾向が見られ、川崎重工の現在の TBR1.28 倍は過去の平均値に近い水準にあるのに対し、三菱重工の TBR2.69 倍は過去の平均を大きく上回っています。具体的な数値を比較すると、三菱重工の現在の予想 PR27.3 倍は過去1年平均 19.4 倍を約 40% 上回っています。他方川崎重工の現在の予想 PR10.8 倍は過去1年平均 32.8 倍の約3分の1にとどまっています。同様に TBR についても、三菱重工の現在値 2.69 倍は過去3年平均 1.3 倍の約2倍であるのに対し、川崎重工の現在値 1.28 倍は過去3年平均 1.0 倍をわずかに上回る程度です。ただし注目すべき点として、川崎重工の予想 PR が過去1年間で最大 71.2 倍まで上昇したことが挙げられます。この大きな変動は同社の業績予想や市場評価の不安定さを示唆しており、現在の低い PR が一時的な減少である可能性も考慮する必要があります。総合的に見て、現時点では川崎重工の方が三菱重工よりも割安な水準にあると評価できます。なぜなら過去の平均値や変動幅と比較しても、川崎重工の現在の指標は相対的に低い水準にあるからです。しかしながら、川崎重工の予想 PR の大きな変動は注意が必要です。そのため、投資判断の際は、これらの割安性指標に加えて、両社の成長性、事業リスク、業績の安定性なども総合的に考慮することが重要です。特に川崎重工については、現在の割安な評価の背景にある要因と過去の大きな変動の理由を慎重に分析する必要があります。3.合理性。三菱重工と川崎重工の合理性を優秀、平凡、要改善の3段階で評価した結果、三菱重工の合理性は優秀、川崎重工の合理性は平凡と判断しました。この評価は経常利益率、当期利益率、ROE、ROA を総合的に考慮して行いました。三菱重工は各指標で着実な改善を示し、安定した効率性の向上が見られます。一方川崎重工は変動が大きく、直近では効率性の低下が見られるものの、将来的な回復が期待されているため、このような評価となりました。具体的な数値を指標ごとに比較してみましょう。まず経常利益率では、三菱重工が2023年3月期の 4.55% から2024年3月期には 6.77% へと上昇し、2025年3月期予想でも 6.73% と高水準を維持する見込みです。対照的に川崎重工は2023年3月期の 4.08% から2024年3月期には 1.73% へと低下しましたが、2025年3月期予想では 4.89% まで回復する見込みです。次に当期利益率においても、三菱重工は2023年3月期の 3.10% から2024年3月期には 4.77% へと改善し、2025年3月期予想でも 4.69% と高水準を維持しています。他方川崎重工は2023年3月期の 3.07% から2024年3月期には 1.37% へと低下し、2025年3月期予想では 3.47% まで回復すると予測されています。さらに ROE を見ると、三菱重工は2023年3月期の 7.86% から2024年3月期には 11.14% へと大幅に改善し、2025年3月期予想でも 9.85% と高水準を維持しています。これに対し川崎重工は2023年3月期に 9.81% と高い水準でしたが、2024年3月期には 4.19% へと大きく低下し、2025年3月期予想では 11.88% まで回復すると予測されています。最後に ROA では、三菱重工が2023年3月期の 2.46% から2024年3月期には 3.79% へと上昇し、2025年3月期予想でも 3.45% と安定した水準を維持しています。一方で、川崎重工は2023年3月期の 2.29% から2024年3月期には 0.99% へと低下し、2025年3月期予想では 2.77% まで回復する見込みです。これらの数値は、三菱重工が全体的に安定した効率性の向上を達成している一方で、川崎重工は変動が大きく、直近では効率性が低下していることを示しています。ただし川崎重工の将来予想は改善を示唆しており、今後の動向に注目が必要です。したがって
現時点での効率性評価としては三菱重工が優秀、川崎重工が平凡と判断します。ただしこの評価は現在の状況に基づくものであり、特に川崎重工の今後の業績回復いかんによっては評価が変わる可能性があることに留意する必要があります。 4. 安定性。三菱重工と川崎重工の安定性を分析した結果、三菱重工は優秀、川崎重工は平凡と評価します。この評価は主に自己資本比率と固定長期適合率の2つの指標に基づいています。自己資本比率は企業の総資産に占める自己資本の割合を示す指標で、高いほど財務的に安定していると判断されます。一方固定長期適合率は固定資産を自己資本と固定負債でどの程度賄えているかを示す指標で、 100% 以下であれば長期的な資金で固定資産を十分にカバーできていると判断されます。両者とも一定の安定性を示していますが、三菱重工がより高い自己資本比率を維持しており、財務的な安定性においてやや優位にあると判断できます。まず自己資本比率については、三菱重工が継続的に 30% を超える水準を維持し、さらに改善傾向にあるのに対し、川崎重工は 24% 前後で推移しています。次に固定長期適合率については、両者とも 100% を下回る健全な水準を維持していますが、三菱重工の方がより安定した推移を示しています。具体的な数値を見てみましょう。2024年第1四半期時点で三菱重工の自己資本比率は 36.93% であり、前年同期の 34.50% から改善しています。一方川崎重工の自己資本比率は 24.08% で、前年同期の 24.40% からわずかに低下しています。さらに過去3年間の推移を見ると、三菱重工は 31.95% から 36.93% へと着実に上昇しているのに対し、川崎重工は 23.94% から 24.08% とほぼ横ばいです。固定長期適合率については、2024年第1四半期時点で三菱重工が 83.51%、川崎重工が 87.25% となっています。三菱重工は過去3年間で 83.51% から 87.38% の範囲内で安定していますが、川崎重工は 79.11% から 87.25% とやや変動幅が大きくなっています。ただし両者とも固定長期適合率が 100% を下回っていることから、長期的な資金で固定資産を十分にカバーできている状態であり、この点では両者とも良好な財務状態を維持していると言えます。総合的に見て三菱重工の方が川崎重工よりも安定性において優位にあると評価できます。特に自己資本比率の高さと改善傾向が三菱重工の財務的な安定性を支えています。両者とも固定長期適合率が健全な水準を維持していることから、一定の財務安定性は確保されていると言えるでしょう。5. キャッシュ生成能力。三菱重工のキャッシュ生成能力は優秀、一方で川崎重工のキャッシュ生成能力は平凡と評価します。三菱重工が安定した営業キャッシュフローと高いフリーキャッシュフローを生み出している反面、川崎重工はやや不安定な推移を示しています。この評価は営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、現金現金投下物、フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフローマージンの6つの指標に基づいています。まず営業キャッシュフローは企業の主要な事業活動から得られる現金の流れを示し、投資キャッシュフローは設備投資や資産売却などの投資活動による現金の出入りを表します。また財務キャッシュフローは借入や返済、配当支払いなどの財務活動による現金の変動を示し、現金現金投下物は企業が即時に使用可能な現金や短期投資の総額を表します。さらにフリーキャッシュフローは営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを差し引いた金額で、企業が自由に使える現金を示す重要な指標です。最後に営業キャッシュフローマージンは営業キャッシュフローを売上高で割った比率で、売上に対する現金喪失能力を表します。これらの指標を総合的に分析すると、三菱重工は直近の決算期で大幅な改善を見せ、安定したキャッシュ創出能力と効率的な資金運用を示しています。他方川崎重工は変動が大きく、特に投資キャッシュフローとフリーキャッシュフローに課題が見られます。2024年3月期の数値を詳しく見ていきましょう。また過去数年間の推移も合わせて分析します。まず三菱重工の営業キャッシュフローは3311億円で、前年度から大幅に増加しています。この数値は同社の本業からのキャッシュ創出力が極めて強いことを示しています。過去5年間を見ると、2021年3月期に一時的なマイナスを記録した以外はおおむね安定して大きなプラスを維持しています。この傾向は三菱重工の事業モデルが安定的にキャッシュを生み出す構造になっていることを示唆しており、経営の健全性と持続可能性を裏付けています。2021年3月期のマイナスはおそらく新型コロナのパンデミックの影響によるものと推測されますが、その後の迅速な回復は同社の回復力の高さを示しています。一方
川崎重工の営業キャッシュフローは316億円と増加傾向にあるものの規模が小さく、過去5年間でも大きな変動が見られます。この数値は三菱重工の約10分の1に過ぎず、本業からのキャッシュ創出力に大きな差があることを示しています。また過去5年間の大きな変動は川崎重工の事業が外部環境の変化に影響されやすい構造であることを示唆しています。これは同社の事業の安定性や予測可能性に課題があることを意味し、投資家にとってはリスク要因となる可能性があります。両社の営業キャッシュフローの違いは、事業モデルの安定性、市場での競争力、そして経営効率の差を反映していると考えられます。三菱重工は安定した高水準の営業キャッシュフローによって投資や株主還元の余力が大きいと言えます。一方川崎重工は営業キャッシュフローの改善と安定化が今後の重要な経営課題となるでしょう。次に投資キャッシュフローでは、三菱重工がマイナス1310億円、川崎重工がマイナス898億円を記録しています。投資キャッシュフローがマイナスであるということは、両社とも設備投資や事業買収などの長期的な成長のための投資を行っていることを示しています。これは将来の収益拡大や競争力強化を目指す積極的な経営姿勢の表れと解釈できます。三菱重工の投資キャッシュフローは過去5年間で変動が大きく、積極的な投資と資産売却を適宜行っていることが伺えます。この変動は市場環境や事業戦略の変化に応じて柔軟に投資決定を行っている可能性を示唆しています。一方川崎重工は比較的安定した投資を続けていますが、規模は三菱重工より小さい傾向にあります。これは川崎重工がより保守的な投資戦略を取っているか、あるいは投資機会が限られている可能性を示唆しています。ただし投資キャッシュフローのマイナスが大きすぎる場合は、過剰投資のリスクや将来の財務負担増加の可能性も考慮する必要があります。そのためこの指標は営業キャッシュフローやフリーキャッシュフローと合わせて評価することが重要です。財務キャッシュフローを見ると、三菱重工はマイナス1589億円、川崎重工は129億円となっています。この違いは両社の財務戦略の違いを明確に示しています。三菱重工のマイナスの財務キャッシュフローは、同社が借入金の返済や自社株買い、配当の支払いなど資金を外部に流出させる活動を行っていることを示しています。これは過去5年間で資金調達と返済を適切に管理していることの表れであり、財務体質の強化や株主還元の積極化を進めている可能性が高いです。特に営業キャッシュフローが良好な状況下でこのような財務活動を行えることは、同社の財務の健全性を示唆しています。一方川崎重工の約29億円のプラスの財務キャッシュフローは、同社が外部から資金を調達していることを意味します。これは事業運営や投資のために追加の資金が必要な状況にあることを示唆しています。川崎重工は過去5年間で変動が大きく、資金需要に応じて外部調達を行っている様子が見られます。この変動は同社の資金需要が年によって大きく変化していること、あるいは営業キャッシュフローだけでは事業運営や投資を賄えていない可能性を示唆しています。ただし財務キャッシュフローの評価は企業の成長段階や投資戦略によっても異なります。成長期の企業であれば、積極的な外部調達によってプラスの財務キャッシュフローとなることも珍しくありません。一方成熟期の企業では、三菱重工のように負債の返済や株主還元を進め、マイナスの財務キャッシュフローとなることが多いです。したがってこの指標は他のキャッシュフロー指標や企業の成長戦略と合わせて総合的に評価する必要があります。三菱重工の場合は財務体質の強化が進んでいると評価できる一方、川崎重工については外部資金への依存度や将来の返済能力に注意を払う必要があるでしょう。現金現金投下物の残高は、三菱重工が4312億円、川崎重工が841億円です。三菱重工は過去5年間で着実に残高を増やしており、財務基盤の強化が進んでいます。川崎重工も増加傾向にありますが、その規模は三菱重工に及びません。フリーキャッシュフローでは、三菱重工が2001億円のプラス、川崎重工がマイナス581億円のマイナスとなっています。三菱重工は過去5年間で変動はあるものの、おおむねプラスを維持しています。対照的に川崎重工は頻繁にマイナスとなっており、キャッシュ創出力に課題があることがわかります。最後に営業キャッシュフローマージンを見ると、三菱重工は 7.11%、川崎重工は 1.71% を記録しています。三菱重工は過去5年間で大きく改善しており、効率性の向上が見られます。一方、川崎重工は低水準で推移しており、改善の余地が大きいと言えるでしょう。総合的に見て、三菱重工の方が川崎重工よりもキャッシュ生成能力において優位にあると評価できます。三菱重工は過去5年間で着実に改善を続け、安定したキャッシュ創出能力と効率的な資金運用を実現しています。他方、
川崎重工は変動が大きく、特に投資キャッシュフローの管理と営業キャッシュフローの改善が課題となるでしょう。6. 成長性。三菱重工と川崎重工の成長性を優秀、平凡、良改善の3段階で評価します。この評価は最新の決算三菱重工のみ、効率性、安定性、業績の推移、業績予測を踏まえて評価します。続きの内容についてはメンバーシップ限定コンテンツとなります。 YouTube のメンバーシップに加入するか、ノートのメンバーシップに加入していただくことで続きの内容を確認することができます。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、月末までに退会すればご負担0円でお試しすることができます。興味のある方はメンバーシップにご加入していただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。